なんか変わったニュースが報じられてるね。それは鳩山由紀夫氏に関する報道なんだけど、なんかオバマ前米大統領が17日に出版した回顧録で、2009年の大統領就任後初めて訪日した際に会談した鳩山由紀夫元首相について、感じはいいが付き合いにくい、3年間で4人目の総理大臣で日本を悩ませてきた、硬直化し迷走した日本政治の象徴だとして、当時の日本政治に厳しい評価を下してるようなんだよ。オバマ前大統領の言ってることものすごくわかるよね。だって迷走の日本だよ。言ってることがドンピシャなんだもん。でもね、この報道を見た鳩山由紀夫市長本人は次のような感想を述べてるんだよ。鳩山由紀夫、オバマ大統領の回顧録が出版されて、私に対して痛烈な批判をしたと日本のメディアが伝えた。原口和弘議員から早速原文を送っていただき、読んだところ、不器用だが陽気な、との表現はあるが、痛烈な批判はなかった。メディアはなぜ今でも私を叩くのか。政権への忖度か、記者会見のオープン化を迫ったからか。不器用だが陽気な。感じはいいが付き合いにくい。同じ意味なんじゃないの。しかも、メディアはなぜ今でも私を叩くのか。政権への忖度か、って、鳩山氏。超被害妄想がひどいんですけど。ちなみに、この鳩山氏の感想について、ネットでは、当時の首相が国益を損なったからだと思います。今でも触れてもらえるだけ良かったじゃねえか。多くの国民が騙されて怒っているからですよ。TBS は反日だからです。自覚がありませんかわら。不器用だが陽気なやつを想像してみろわらわらわら、と本音混じりの厳しい意見が飛び交ってるみたい。まあでも、今の報道って、結構悪質なものが多いからね。もしかしたら、翻訳に問題があるのかもしれないけれど、国民感情からすれば、おおむね今の報道内容で合ってる気がするけどね。とにかく鳩山氏は、オバマ前大統領の回顧録での発言を、真摯に受け止めるといいよ。それがきっと、人としての成長につながるはずだから。他人の意見は、ものすごく大事だよ。わかりました。鳩山さん。